NPB 歴代年俸5億円以上の選手一覧、こちら2022年の1月のスレでは一人ずつ紹介するのでゆっくりしてね。5億選手、29歳中村紀弘、32歳松中慎彦、29歳ジョージ・マケンジ、25歳ダルビッシュ有、33歳杉内俊哉、29歳浅村栄斗、29歳山田哲人。5億3000万円選手、27歳一郎、5億5000万円選手、36歳ローズ、39歳金本智明、6億選手、35歳カブレラ、38歳宇津、31歳イスンヨグ、35歳阿部慎之助、32歳金子千尋、41歳黒田博樹、29歳千賀博士大、31歳坂本勇人、6億1000万円選手、28歳松井秀喜、6億2000万円選手、33歳柳田悠岐、6億5000万円選手、40歳佐々木和弘、7億円選手、38歳坂手、7億2000万円、32歳ペタシーニ、8億円選手、32歳菅野智之、9億円選手、33歳田中将大、衣装多いよな、おっさんばっかりだ。 MLB は20代前半で大型契約もらえるのに、筒香とか丸って5億いってないのか。イスンヨグそんなもらってたんか。巨人ってよく通算100勝程度でこれから劣化する菅野にここまで払ったよな。海外 FH らつかせたとはいえ、年俸の期待通りに活躍したの何人くらいやろな。これ坂本は安いよな。一郎の時代の5億は今の買い上げ価値だと10億くらいだから、実質一郎がトップだな。よし、全球団いるな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。